エディワインランドは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。テキサス州ヒューストン出身。デューンランドバーリー・トゥード所属。元 WEC 世界バンタム級王者。2003年プロデビュー。プロ格闘家となる前は、消防士として働いていた。2006年5月5日、WEC 初参戦となった、WEC20 の初代、WEC 世界バンタム級王座決定戦で、 アントニオ・バヌエロスと対戦し、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2007年3月24日、WEC26 の WEC、世界バンタム級タイトルマッチで挑戦者の、チェイス・ビービーと対戦し、判定負けをキッシュ王座から陥落した。2010年6月20日、WEC49 で、ウィル・カンプザーノと対戦し、ボディブローで小勝ち。 ノックアウトオブザナイトを受賞した。2010年12月16日、WEC 最後の興行となった WEC53 でケンストーンと対戦し、スラムで失神させ小がち、WEC での戦績を7戦5勝2敗とした。2011年3月19日、UFC 初参戦となった UFC128 で、ユライア、フェイバーと対戦し、 判定負けを喫した。8月14日の UFC ライブ、ハーディ VS ライトルでは、ジョセフ・ベナビデスと対戦し、判定負け。2012年6月8日、UFC オン FX3 で、スコット・ヨルゲンセンと対戦し、小勝ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年9月21日、UFC165 の UFC 世界バンタム級。 タイトルマッチで王者のヘナンバラオンに挑戦し、ニキコ負けを喫し王座獲得に失敗した。2015年7月25日、UFC オンフォックス16でバンタム級ランキング12位のブライアン・キャラウェイと対戦し、判定負け。2016年7月23日、UFC オンフォックス20でバンタム級ランキング12位のフランキー・サエンズと対戦し、スタンドパンチの連打で、 TKO 勝利。2016年12月17日、UFC オンフォックス22でバンタム級ランキング14位の水垣岩太ると対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2017年4月22日、UFC ファイトナイト、スワンソン VS、ローボブでバンタム級ランキング7位のジョン・ドッドソンと対戦し、判定負け。 2018年7月14日 UFC ファイトナイトドスサントス VS 岩の筆バンタム級ランキング13位のアレハンドロペレスと対戦し判定負けありがとうございます